どうしてかな、うん、I feel like in the Japanese entertainment world、you see a lot more twins. Like、twins are very popular. But in the Northwest Passage, you don't really see that many twins in like the entertainment.、どうしてかな、なんか気になるけど、なんか文化的な理由とかないのかな。ちょっと研究、そこは研究が必要かもしれない。なんかその双子がいるっていうのが一般的っていうことではなくて、そういうものをなんか目指すというか、例えばアクターとかアイドルとかを双子がなったっていう、アクターになったとかタレントになったっていうのが結構珍しいというか。なんかそこに興味を持つ人はいるのかもなって思う、2人がなんかホロライブに入ろうみたいなになったのは2人で決めたんですか？そうです、最初は、別々、もうこちゃん言っていい？何？いや、なんかルイ先輩がデビューでなんか双子について結構熱く語りましたね。その前はずっと別々でオーディションしました。でもなんか、もしかしてなんかルイ先輩のおかげでふわもこがオッケーになったのじゃない、かなって今日思いはあるんですけど、一緒のオーディションで大なんか良かったからにゃー、ふわもこ的には感謝の気持ちもあります。あーそうなんだ、嬉しい。でも、すごい魅力的だったからだと思う。私のおかげというよりは魅力、二人が魅力的だったからだと思うけど、多分ホロライブの中でも双子好きがいたっていうことだな、きっとね。